前回からクイーンカップの決勝を打っています。今回も2ハンチャン目、前回は2茶ということで9回目を打つか微妙です。9回目で1位を取れば更新できますが、9回目で2茶以下だとあんまり変わらないと。ドラドララス親です。ラス親なので親が残ってる子供と親が終わった子供って結構違うので、まあ一応自分の中では有利と思っています。トン1トン2トン3は、まあ、最悪親がまだ残っているので点差が離れてもそんなに焦らなくていいという、ただの気分の問題で、そのあたりは人それぞれ。役牌の難ポンでこんな目立つ捨て牌、プレイヤーこれでリアンシャンテン、マンピンズか、あ、ソーズか、ソーズです。場を制する人物は一体誰なのか。全然チーしないですね。あ、ソーズつもぎった、ソーズじゃない。この牌に反応するか。上ハテナです。ドラマージャンかな。なんドラドラ。さあこの牌はどう。ここも我慢した。色を役牌ないて色を見てないので、まあ、ドラ。なんドラ1でなおポンと急ぐかーと言ったらハテナマークつくんで、まあ最悪なんドラ3 8000。まあ、ザンクでしょうと呼んでます。各社どのように打ち回していくのか。各社相手の出方を伺っているのか。プレイヤーここは仕掛け、ここでも仕掛けない。プレイヤーイーシャンテンだ。ローピンを引けるか。残り2つ。52のイーシャンテン。ちょっとここが、ザンクか ?8000。あ、まあ、最悪8000の方ですね。ドラさんの方。まあ、ただドラマージャンっていうのは当たっていて、2000点ではないと。ザンクないし8000と。イーマンが2枚と赤ウーピンとか。ドランコ。ドランコっていうことももちろんありますが、まあ、高いです。サブローピン引けば、あっさりテンパイできそうだが、トンから泣いちゃうとスーピンとウーピンのシャボみたいになるんで、あんまり動きたくないですね。重い空気のまま場が進行している。あー、そうきますか。こうなると2000点、人泣き2000点、2000からザンクが見えます。これならまあ動いてもいいかなと。さあこの牌に反応するか。ここはスルー。捨て牌見ていくと右が明らかに変則で国士ですね。国士かちゃんた、まあ国士っぽいです。上は典型的ピンフケーリーチ。さあこの牌はどうする。ここも我慢した。まあ、スーピン3枚の壁、国士なんで初切って国士降りたかなと。これは攻めれない。ごめんなさい、攻めれないって危、上に危ない牌ですね。全然攻めてるやんと。プレイヤーあっという間にイーシャンテンだ。ファクトトンはもうハテナマークです。完全にウーピン
し、うん、神茶ここで噛んだ。ウーソーが暗観されたんで私の手はヤンゾーしかないです。ヤンゾー引いたら即リー、まあ、この辺で降りようかなと。各茶どのように打ち回していくのか。ロン、シモちゃんこれは思わぬ失点。シャボか、これは読めない。12,000、これはでかいです。イベント戦なんでトップ取らないとまるで話にならない。なかなか8回打って5回ぐらいはトップ取っとかないと。すごい都合いい話なんですが、8回打って普通は 25% ずつなんで確率っていうのは、8回打ったら1位2回、2位2回、3位2回、4位2回の中で8回打って5回トップっていうのは何を贅沢っていう話ですが、そのくらい取んないとプラス700は700超えはきついかな。重い空気のまま場が進行している。こういう時にまだラス親残ってるしと思えるのがラス親の有利なとこなんですが、親が来る前に他3人だけ親がやって、私だけ親をやらずに右が運って終了、こういうリスクもあるんで、必ずしもラス親がいいとはまあ言えないです。また右がすごい鎮逸ですね。ソーズの鎮逸。さあこの範囲にここはスルー。まあ親がなくてこの点数なんで、確かに国士とか鎮逸とか、まあ、大物手狙うホームラン狙いと、これはまあわかります。リーチ、きたきた、リーチ。いいピン一発つもドラ3。電光石火の上がりです。お見事ハネマン、一つ乗れば。ハネマン、よし、親かぶりで2600点差。右から26でも上がって、あ、26だと同点2茶ダメです。右が運ることも考えて、ただ手格好はいいよ。このツモは余計。トラはパーソー。場が静寂に包まれている。まあ、この辺に両面でくっつけて、できればここの、うわ、このイーソーはいらないかな。まあ一応3万くらいは、次に三蔵持ってくればちょっとは話違うんで、一応持ってきますが、描いてる感じではないです。まあ、こいつらにくっつけて、うん。さあこの牌はどうする。ここも我慢した。つもぎりが続いてしまった。なんとか112とこの3枚を外していく形にしたいんですが、リーチきた。これは切り込みたくはないんですけど、ぜひ上がってほしいですね。つもやってほしい。お、上と左が前に進んだんでロンの可能性もある。北斗王将派、これは思わぬ失点。これは早い上がりですね。高い方がいい。よし、この状態でもう1000オール積もると、親回ってこずですけど、1000、2000あたり積もれば終了です。プレイヤーはなんちゃです。プレイヤー現在のところトップです。ちょっと C3 プータイヤンシャンテン。いや、悪。6シャンテン。
六シャンテン。適当に灰持ってきても六シャンテンに偶然なる確率は低い。場が静寂に包まれている。プレイヤー乗っている。白は残り1枚ですけど、この形からポンは絶対に私はしないです。気配重なって、この形からはポンしない。上は当然ザンク上がってトップを見てきます。いいかな、いいや。この難はポンってやってもいいと思いますが、遠いんで難を泣いた後に、安くて遠いっていう手なんで、それなら、少し角を見て、のんびり行った方がいいなと。この点数でオヤリーはきつい。上がられるとまくられる可能性大です。リーチ。OK、終わりです。4000オール。右が運ってしまって終了。あ、このパターンですね。親が自分だけ親を経過せずに曲が終わってしまう。ラス親のデメリットっていう方が出てしまいました。最初私はメリットメリット言ってましたが、遠い親の人は絶対に親は経過するので、3人だけ親をやって私が親やらずで終了。ちょっと悪いパターン可能性としてはもちろんあるんですけど、不完全燃焼の一曲という感じでしたが、まあ、ただ、特に内容は悪くないというか、ちゃんと順調に来ていたけど、左の人のリーチとツモに引き負けたという感じなので、順位は2茶ですけど、まあ悪くはないなという一曲でした。クイーンカップ、まだトップ取れてないんで、トップを取って、ぜひ、高い数字狙える位置に、行きたいと思います。どうもありがとうございました。